1日睡眠時間4時間のショートスリーパーです。ジムには週5で行ってますと。大会で勝てる体が作れますか。まあこれは作れる作れないかは睡眠時間だけじゃないので、大会で勝てる体を作れますかと、まあ、大会で勝てるかどうかは分からないけれども、もちろん筋肉はつけることができるっていうのは、俺もショートスリーパーだった時期があって、その時期でももちろん体は発達してた。ただ今思えば、もっと寝てればもっと早く体が作れたかなと、いい体だったかなと思うので、できれば例えば夜は4時間しか寝れなくても他の時間で寝るとかね、まあ普通に考えてみれば寝てる時にしか筋肉はつかないので、これは睡眠時間が長ければ長い早ければいいってことじゃないけれども、4時間よりは7時間8時間寝てる人の方が体は発達するはずだ。で今人の方がったら変だけれども、自分の中で比べてみたい、同じ人が4時間の時と8時間の睡眠を比べたらこれ2倍だから、絶対8時間寝てる人の方が体は絶対発達するはずなので、これは質問で大会に勝てる体を作れますか、イエスもノーにもなるんだけれども、おそらくこの人にとって4時間よりも8時間だった方が体は大きくなるので、なんとか睡眠を増やすように考えるとかな。